三遊間の、いいえお前言わんと。いやいや三遊間のでマチロケルーキーズだけ一緒に言うとかないぞ。そう一緒に三遊間のマチロケルーキーズやろ。あ俺に譲ってくれたってこと三遊間の。いや俺マチロケルーキーズを一緒に言うんかなと思って。あなるほどな。俺がじゃあ代表でいいってこと、はい、三遊間の。三遊間のください。もう一回思いますか、はい、行きますよ。三遊間のマチロケルーキーズー、はい始まりました。はい、始まりましたよ。始まりました。マチロケルーキーズ、はい、ちょ何から言うん、何から言うんか分からへんし。これすごいなこの天気。まあほんまに、はい、まあ、降るんやったら降る、晴れるんやったら晴れる。ほんまね、スタートはどっちかやねんけどな。絶対ほんまにそのカメラに映らへんその糸みたいな雨が降ってます、はい、この番組はですね、僕たち芸歴6年目三遊間の初冠番組、はい、大阪吉本漫才劇場所属の僕らがですね、はい、街に飛び出してさまざまなロケに体当たりで挑むというまさにザ・若手っぽい番組です。まあ一応だからルーキーズやからその野球のユニフォームにねしてくれてるんですよね。なるほど、野球ユニフォームでね。いやすごいですやっぱ。でもそれでもやっぱりお金はないですよ。確かに、ね、やっぱりこれ見てくださいこれ、うん、これはねもうね久しぶりに裏地かと思うぐらい薄い。確かに後ろやなほんまに。そう早速、はい、本日の対戦高校を紹介したいと思います。対戦高校、はい、こちら私立マナーキレキレ学院。これ高校野球の設定なんですね。いや高校野球の設定よ。では早速会場に行きましょう。はい、よし行こう。イエーイ。三遊間のマチロケルーキーズ。おお、はい、ここですよ。おお、今回訪れたのは道頓堀のすぐそばにあるセントフォレストチャペルナンバー。ワンフロアの貸し切りスタイルで少人数から最大80名まで招待できる式場。関西でも希少な緑と光があふれる円形チャペルがあり、温かなセレモニーができると人気なんです。僕らがですね、はい、これからいろんな場所でロケするにあたり、はい、マナーで不作法炎上して番組終了。今ありますよやっぱ。いやあるよその、はい、炎上で番組終わるとかあるんで。あります。で、まあ、そんなことにならないように、うん、今日初回はまず常識中の常識。なるほど、ね、結婚式のマナーのテストを行いますと。やばいな。これは2人で協力して、はい、まあ、どっちかがクリアしたらいいらしいです。あ、なるほど。どっちがクリアしたらいいんで、はいはいはい、まあまあまあ、まあ気楽ですよね。わかりました。いけるか？あのマナーの部分は正直、うん、僕らありません。え？正直。ありません。僕らはあの、うん、大学卒業して、うん、その NSC、はいはいはい、社会を全く知らずにここまでやってきた。まあ確かにな。味噌汁。味噌汁というか、29、28。確かにな。はい、もうパッションでいきます。いや、パッションのスキル。あのね、気持ち伝わればいいんです。うん、そうおるけどなそういうやつあの、まあ、そういうやつおるけどな。ファッションさえ伝われば、うん、あのいいんです。まあ、それをやめようぜって言わないからもう正直ドキドキしとるよ俺は。なんかこの感じドキドキで入った瞬間の静寂、おいどうすんねんこれみたいな、やばいやばいってやって、慌てて慌てて、意味わからんわずっと、意味わからんわずっと、ずっと意味わからんわ。ドキドキするなよお前な。ドキドキしてるけど、これはもうお前に言いながらマナーはしっかりします。いやもちろんな、とにかく、ということでですね、はい、セントフォレストチャペルナンバーの有馬さんです。はい、有馬さん、お願いします。お願いいたします。お願いします。はじめまして三遊間です。はじめまして、有馬と申します、はい、記念すべき初回の審判はセントフォレストチャペルナンバーの有馬さん。まあ、今日はですね、はい、有馬さんに僕らのマナーを判定していただきます。なるほど。ちなみに3種類の判定音がありまして、はい、まず1つ目がこちらです、はい、なるほど。これが3点のホームラン。ホームラン今のがね、はい、で続いて2つ目が、あ、なるほどね、これ1点のヒットです。はい、うん、で最後3つ目がアウト。でこれアウトですね。これがマイナス1点。マイナス1点。マイナス1点ですか。なおかつ相手に点が入るアウトとなっております。相手
相手がいるんですか。マナー学院やからな、私立。あ、私立マナー学院に点が入ってます。格の相手と戦うってことですよね、はい、アウトになると。で今回このマナー学院では5点取ったら僕らの勝ちになります。なるほど、うん、気をつけるよお前、はい、意外と有馬さんみたいな人がほんまにバイトとかに当たり強いから、はい、絶対あかんねん。お前なここで働きたい人とかもおんねん。そんなことないっすよね。有馬さん持ってけ。まず受付です。受付最初、はい、まあ、結婚式行って、はいはいはい、名乗るんちゃう名乗るというか、まあまあ来ましたよっていう。どっちがやる。なんかあるらしいけ ど受付、うん、まあ、じゃあ僕が行きますか。あ、とりあえず行ってくれる。はい、一つ選んでご祝儀を包んで受付に持って行ってください。は、どういう意味ですか。いやだから祝儀をどれかに入れて持っていくんや。なるほど、そういう意味か。え、祝儀は、祝儀はこれね、これか、これ、あ、これが祝儀。はい、祝儀をどれに入れるか、うん、分かったんですけど、うん、これ裸。おー、なるほどな。え、そのえ、ちょ待って待って、その、はい、え、そう、千と千尋みたいなことそのこの中に正解はないってこと、はい、お父さん、ほんまのお父さんを選んでくださいって言われてるのに、うん、いや、ここにはいませんって言って持っていくってこと。そう、一発目にしたら厳しいって。全部ダミーです。いや、ほんまか、お前、裸な。裸、これが一番だって豪華ですから。まあまあ確かに、見た目だの、見た目が一番華やかですから。ただ、あれちゃうか、言うこともあるんじゃん。言うこともある。なんか持ってけ。アウト。いや、お前何してんの、はい、何してんのお前、はい、持ってけって。持ってけじゃない。じゃあもう悔しがってるやん。だから若手芸人すぎるから、祝儀払うん嫌だ。いや、これでもさ、分からんで、ね、だって合ってるかどうか分からんやん、こんな。まずこれ、それやな、これじゃん。ゲームマスターみたいな、ゲームマスターみたいになってます、ね、ゲームマスター。ああ、こういうことね。あ、これな。そうこれ一発目ゲームマスターか。これの一発目。ゲームマスターみたいな。もっといっぱいいろんなところで見たことあったやろ、多分。はい。あ、絶対これや。これか。絶対これや。これか。絶対これ。どうだねや。で、渡し方や、これ。頼むで。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかあの多分他の人よりちょっとあの進んでると思うんで、あの、うん、僕あのなんかデザートもう一個出してもらいますって言うといてください。え、でも惜しかったね。え、惜しかったっすか。だからこれは合ってんねや。だからお前なんか余計なこと言ってなかった。いやそんなことないよ。いや、もう余計なこと言ってたやろ。これでいくから。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、肉2枚増やしてもらっていいですか。余計なこと言ってるよ。肉2枚あ、分かった、分かりました、分かりました。だから肉とかデザート肉じゃないよ。分かりました、分かりました。はいはいはい。え、あ、すいません、あの結構包んでるんで、その原価一番高いやつ増やしてください。アウト。いやいや、そんなんちゃうの。原価一番高いやつ。いい線まですごく行ってました。行ってました。はい、まずこの副鎖を使ったっていうところは大正解。あ、なるほど、やっぱこれね、やこれや。副鎖。こちらに入れて持ってきていただくっていうところはもうバッチリでございました。なるほど。なるほど。はい。ただですね、うん、まずあのお渡しいただくときはポイントとして、はい、受付の前で副鎖からまず先にご祝儀を出す。なるほど。はい、なるほど。出して、はい、で、今度はこのご祝儀を下に、その寿の下に本来お名前書いていただくんですけども、はい、お名前をスタッフの方に見せていただいて両手でお渡しをいただくっていうのが正解になります。机に置いたりしてはダメです。なるほど、はい、コメントはいらないですね。コメントはで、コメントもですね、はい、実はどちらかがあの本日はおめでとうございますって言ってくださってたと思います。 はいはいはい、あれすごく OK です。なるほど、はい、でも実際結婚されたのこの方ちゃいますよね。そうなんです。あのお祝いをするという意味合いで、あ、まあ、あのおめでとうございますっていう方で、あの形で言っていただくと、お前みたいな、お前みたいなやつがいっぱいおって、今の見たか、有馬さんのカウンターのスピードもうさ、分かってる。何回も見たパンチに合わせる時やから、もうこの後披露宴でテーブルマナー講座。
さあ続いては、はい、こちらみたいなんですが、こちらちょっとまあ閉まってるんで、はい、ちょっと開けていきましょうか。なるほど、行きましょう。いいですか、僕開けていいですか。お願いいたします。思、はい、いますか、なんか合言葉で勝手に開いたりしないですか。合言葉ちょっとやってみてもらって。合言葉うわそんなん言わんかったよかった。何で俺言ったん。そんなアニマさんに振るわけやから。いらんこと言ったわほんまに。なんかあんのお前、なんかキラケゴマ的なことを、うん、俺が言ったら、うん、開く可能性あるから。あ、ほんま、ほんまに。おう、うんうんうん、じゃあ頼むわ俺。あ、中入りたいし俺。うん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 、うん、せやな。そうだから、うん、扉って扉って、扉に醤油かけてるよ。あ、扉、そのほら、うん、その回転の油差し上げてるから開けて。回転の油回転の油差し上げるから開けて。回転の油って何。いい、なんかご褒美的な感じかなって。俺もうちょっとくるくるあの車輪も回るんかなっていうさめっちゃ後悔してるよお前めっちゃ開けたすごいわ、見てください、すごいわ、すごいわ。ここではですね、はい、こうテーブルマナーを試します。テーブルマナーね、一番むずいな。ちょっと待ってくれ、うん、そうよだれがついとるよ。よだれついとるなあ、お、なんで拭くねん、お前置いとけよお前それな。違いな、恥ずかしいやろお前。何を、お前テレ、お前テレビでお前俺のよだれ見せるとか恥ずかしいやろお前さ、言うなってこうやんねんの。言うなって見せんねんのお前。どんな番組見てきてんねん。何をすぐ恥ずかしがっとんねんお前な。まあ、ここでは、まあ、テーブルマナーを試しますと。テーブルマナーで今回は、今回はまあちょっとなよう分かんないんですけど、はい、先輩牛プペお姉ちゃんさんの式に招待してされたということになってます。誰のでやってんの誰のでやってんの、誰の結婚式やってんの。いやでも全然お姉ちゃんさんでもいいですよね。ということで三遊間のテーブルマナーはどれほどなのか実践します。こちら料理の終盤で出てくるステーキの食べ方でチェック。ではお姉ちゃんさん、お姉ちゃんさんすいません、いただきます。じゃああんま言わんやろお前、その飲み会やんから。いただきます、お姉ちゃんさん。連れてきてもらったお姉ちゃんさんに。アウトじゃもうアウトやって、アウト着実に出ますやん、アウト。はい、で、これね外側から使うのを知ってるんです僕。ああ外側から使いますよね、お姉ちゃんさん。なんでお姉ちゃんさんに。その前に、ちょっとその前に、待て何やねん、ちょっと前何やねん、はいはい、それは俺も多分気づいてる。俺も気づいてますよ。何なんすか、好きに食わしてくださいよ。もう金払ってんすよ僕好きに食わしてくださいよ。これナフキンはそのまま折りたたんだ状態でお膝に置くのではなくて、広げて2つ折りにしてお膝に置いてください。広げて2つ折り、はい、で折り目をお腹側に持ってきてください。なるほど、あこれ知らんかったな。はい、これしてから召し上がってください。これしてから召し上がる、はい、はい、外側から取るんですよねこれ多分ね、はい、でも3本使わなあかんのか全部で。いやいや、そん、え、いやいや全部で3本使わなあかん。いやいや、一商品1個やろ。でも一商品1個やってお前。じゃあ1個ヒントなんですけど、はい、お肉料理は割とコース料理の後半で出てくるっていうことを想定してどのフォークナイフを使うか選んでください。なるほど、これで、うん、とこれで、え、実際これ食べれるやつですよね。食べます。アウト。なんで？本当は前菜とこの前に魚料理が出てくるんですね。で、外側から前菜、真ん中が魚、一番内側がお肉料理になりますので、惜しかったです。じゃあもう実際いただきます。はい。頼むぞ。一気に真ん中までいったら失礼か。ちょっと小口で。それが失礼よな。ちょこ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 触ってるんが。いただきます。アウト。え、左側からフォークの方あったやん、ほらでしょうかね、はい、食べにくい。ほんまや、確かに食べにくいわ、はい、いただきます。パンと一緒にか。いや、あんま聞いたことないやろパンと一緒に。パンと一緒にどうくん、それを。アウト。うわ最悪や最悪や。お肉持ってパン持ってあれやこれやってするのやめてください、はい、え、でもえ、これ汚いじゃないですか。そうですね、はい、もう置いていいんですかこれ下に。ですね、それは、基本的にナイフだけ置くって、まあ、多分あんまりないかなと思って、こうお肉切って食べて、はい、パン食べようってなったら一回フォークナイフともにこうお皿のところに
こうねハの字になるように置いたりとか、そう、それだけで、あと置くときね、あの歯を向こう側に向けるんじゃなくてご自身の方に向けていただきたい。なるほど、こんなんもあるんや。内側やから外側にやったら危ないから、そうですね、例えばこうお皿のところに置くとかね、内側に置くとかしてもらったらいいです。あとパンをフォークで刺さないでくださいこれダメなんですか？ダメです。食べますわ。でも食べますわ。でも食べますわ。でも食べとくわ。食べとく間にお前やる。じゃあ俺いいんすか？あ、どうぞ。いいすか？よかったら。アウトアウトアウト。お前アウトすぎるやろお前さあ、はい、続いて行うのは友人代表スピーチです。友人代表スピーチ、はい、まあ、僕らがスピーチさせていただくとなるほど、まあ、どっちが挑戦しますか？んー、じゃあ僕が先行きますか？あ、先行ってくれる？はい。あ、あるな、そういうな。あ、お、いいぞ。いいですか？お、ね、持ち方お、持ち方お、ね、あのお姉ちゃんさんの僕本当に先輩としていつもご活躍、祈っております。お姉ちゃんさんには本当に感謝してましてですね、昔ですね、僕お料理屋さんに連れて行かせていただいたんですけども、そこでご飯を食べおごっていただいたんですけど、その時にあんま先輩が言わへんと思うんですけど、もう頼まんといてって言われたのがやっぱ僕は一番 の、 お姉ちゃんさんとの思い出です。本当にかっこよかったなと思います。本当にお姉ちゃんさん、ご結婚おめでとうございます。アウトアウト。なんか途中まで行ったかと思ったけどな。いい話聞けそうだなって思ったんですけど、はい、所作はいいんですか？ツッコミどころはあるんですが、まず、はい、必ずスピーチの時は名乗ってください。誰か分からへんからなそうですね、誰か分からない。そうです、うん、名乗らないという凡ミスをする稲嗣選手、櫻井選手はホームランを出せるのか？どうも、三遊間の櫻井です。いや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 、おるけどミュージシャンでそういう人出た多分初めて出た、初めて飛んだボール。あ、いいや。ちょっとなんかつかみはあったかなと。なるほど、なるほど。じゃあすいません、テレビで、はい、お姉ちゃんさん、三遊間の櫻井です。はい、お姉ちゃんさん結婚おめでとうございます。ちょ、僕お姉ちゃんさんのじゃあちょっと思い出というか一番好きな話させていただいていいですか？劇場のコーナーでお姉ちゃんと相撲を取って、はい、僕の肩がお姉ちゃんさんの肋骨に当たってしまって、あ、これは肋骨折れたかもしれんな、折れたかもしれんなってお姉ちゃん言ってはって、でその日はそれで終わったんですけど、次の日にいつもネタ合わせする喫茶店で会った時に、あ、お姉ちゃんさんおはようございます、昨日大丈夫でしたかって言ったら、お姉ちゃんさんが、あれもう俺折れてるわ、多分なんかこれ、まあ、姫入ってるわ、なんでわかるんですか？お姉ちゃんさんが、俺はもうな、自転車で段差通ったら痛いねん僕が一番好きな話です、お姉ちゃんさん。お前結婚式でしてるわけないやろ、その話。強靭な体で家庭守ってください。振られるわ。おめでとうございます。アウト。いや、ダメでしょ。これダメですか？あかんやろ、普通に考えて。もうちょっとなんか幸せになる話を。あ、ほんまですか？お姉ちゃんさんの株が上がることを言わなあかんねん。お前、お姉ちゃんさん株上がること言えるか？株が上がること言えるよ。お姉ちゃんさん、友人の三遊間の稲嗣です。冷静に考えて、この売れ方で40歳はやばいと思います、本当に。アウト。はい、絶対あかん。そう、お姉ちゃんって何ですか？アウト。最初のちょっといいところもあったんです、思い出のエピソードを語っていただいて、とにかくやっぱ新郎様が、まあ、やっぱいい形でこうお話がね、こう盛り上がるような形でこう言っていただきたいなっていうのと、あとやっぱりこうお話はキュッとまとめていただくことが大事ですね。ちょ、まとまってないですわ、あるまじき、芸人とあるまじき最後に行うのですね、はい、余興です。余興、はい、これはですねコンビで挑戦します。コンビで挑戦、はい。
それではこれよりは新郎様ご友人、三遊間のお二人によります、漫才の余興です。お願いいたします。どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。余興ということでね、はい、はい、僕ね、うん、ちょっと友達にね、うん、バスの運転手の友達がいまして。バスの運転手、はい、ですね、そのバスの運転手の友達が、うん、この間ね、阪神タイガースの選手とかスタッフを乗せるバスを運転したらしいんですよ。阪神の、うん、めっちゃええやんそれで。俺ファンやからさ、阪神タイガースの、うん、だからちょっと俺ちょっと友達に聞いてみて。ほう、友達に何聞くん、うん、いやこのそのバスの中って、うんうん、こう選手とかスタッフ、うん、こうどの席順で座ってんのって。なるほどな、確かにファンやったら誰がどこ座ってんねんって思うよな。うん、でそれ聞いたらな、ちょ、うん、教えてくれてんそれ。ちなみにね、うん、それ誰がそれどこに座ってたん。まあこう、まあ、席があるやんか、はい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 、こう2列2列でこう並んでるわけやんか、うんうんうん、でこう一番前のね、うん、右端から、うん、まあ、筒井外野守備走塁コーチ、おうおうおう、藤本内野守備走塁コーチ、まあ、確かにそうコーチが前座ってるみたいなイメージあるわ、うん、で安藤ピッチングコーチ、うん、今岡バッティングコーチ。あー、なるほどな。おいや、なんかその試合終わったりと か、うん、なんかここで情報共有みたいにするんやな、うん、なるほどなるほどな。ほんで真ん中が真ん中岡田監督やねんけど、うん、いや岡田監督補助席なん。岡田監督一番偉いのは補助席座ってんの。うん、岡田監督、うん、リュックな膝の上に乗せて座ってる。見てられへんわおい、見てられへん岡田監督のこれ、うん、で大きいカーブの時はそれギュッと握りしめて、うん、やめて、誰にも迷惑かけます、かけさせまいと。お前な、でもファンとしてはこれ聞けて嬉しいやろ、うん、いやもうええわ。どうもありがとうございました。あれ出た出た、えホームラン。いいんですか。いいんですか。実際に余興の観点から考えても、まずやっぱり余興は5分以内ぐらいでおすすめをしておりますので、はい、なるほど。まず時間がすごく、まあ、ゲストの方も見やすいお時間だったっていうのがまずすごくいいところだったことと、はいはいはい、2つ目はやっぱりこの関西で行う結婚式においてやっぱ阪神タイガースネタってやっぱ皆さん分かりやすい。すごいやん、はい、そうですか。これすごく大事ですね。阪神すごいなやっぱ、はい、ということで試合結果はご覧の通り、三遊間の敗北で終わりました。有馬さん、すみません、やっていただいてどうでしたか。どうでしたか。あ、そうですね、とても楽しい結婚式になりそうだなって思いました。あ、ほんまですか。ほんまですか。それが全てですよね、でもね、はい、確かに楽しいかどうかですよね。楽しい系はいいです。まあ、今日ぜひやっていただいたことをまた次回、はい、実際に参列していただいた時に生かしていただけると嬉しいです、はい、初回ロケでしたけど、はいはい、どうでしたか。どうでしたかね、分かんないです。すごいふわふわしてました、まあ、正直マジ分からんな。マジで分からん。手応えとか全くないですね、まあ、でも楽しく、ほんまに、ここのチャペルのというか、うんうん、の方々のおかげもあって楽しくは普通にできたんで、いや、すいません、ありがとうございました。ほんまにありがとうございます。楽しかったです。というわけでですね、本日はこれにてゲームセットということで、はい、また次の試合でお会いしましょう。さようなら。こちらです。次回の対戦相手は、うん、特訓第一高等学校。え、あ、いや、耳耳耳ですね。一番しんどい、これ今がいいぞいいぞ。体を張って全力で相手を倒します。三遊間の、いい、お前言わんと。どうも、三遊間の桜井です。よだれがついとるよ。よだれついとる。なあ、おなんで服をね、お前置いとけよ、お前それな。苦いで恥ずかしいやろ。ゲームセット。